おはようございます。シンガーソングライターのアーリース、アリスペラルタです。はい、今日は何をするかというと対談動画になってます。アリスがどうやって普段音楽を作ってるのかっていうのを掘り下げていこうかなって思ってるので、プロデューサーのカイトに来ていただきました。皆さんこんにちは、こんばんは。音楽のプロデュースさせてもらってるカイトです。よろしくお願いします。イエーイ、カイちゃんインドハウスちょっと待って、ごめん、一個言っていい、うん、声が今やばいです思ったよりもやばいけど大丈夫かな、声大丈夫かな。まぁ、ちょっと張り気味でね、頑張るんで、ちょっとお聞き苦しいかもしれないんですけど、最後までお付き合いください、うん、はい。じゃあちょっと簡単にね、自己紹介というか、うん、どんなことやってるかっていうのを。そうですね、僕はそれこそ昔アリスと一緒にあのイベントとかも出てて、R&B シンガーをやっています。で、そこからちょっと時をね経て、あの楽曲の提供だったりプロデュースをやるようになってきてて、それで2020年とかあたりにフルーツサンデーあたりからこの英語の楽曲もやってみたいってところで、今回ね、オープンプライオリティの2つも含めて、あのアリスに楽曲のプロデュースをさせていただきました。そう、そうなの、はい、もう本当にアリスがヘルプって言って、うん、で、カイちゃんのすごいところはカイちゃんって呼んでます普段、ね、カイちゃんのすごいところはやっぱこう、もちろんその本人がカイちゃん自身がすごく歌がうまいし、見てるとこもちゃんと世界のレベルをちゃんとあの把握した上でいっぱいアドバイスとかくれるから、うん、やっぱりそのアリスが本当に叶えたい海外で、うん、活動していきたいっていうのにはやっぱカイちゃんにヘルプを求めなきゃなと思って声をかけさせてもらってから、もう本当なんだろう、今までは気づかなかったような、もちろんお互いに R&B は好きなんだけど、うん、その R&B って一言に言っても、うん、ツボがあるじゃん、それぞれあるよね、うん、あのいつの時代が好きとかね、あ、そうそう、男が好きか女が好きかとかね、そうそうそう、グループが好きかソロが好きかとか、いろいろある、いろいろあるし、あとなんかスローなものが好きな人と上がるのが好きなの、そうそう、それもあるよね、そうそう、でもやっぱそこのツボがもうかなり一緒というかそう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 、またね、レコーディングとか楽曲作るときに来るじゃないですか、3割以上喋ってんだよね好きな、ね、あそこがの曲のあれいいよね、わかるとか言いながらあのスーパー盛り上がって、うん、あの、あれもう45分ぐらい経ったけど一行も書いてないのみたいな時あったりとかするぐらいそう、そう、でもそんなテヘペロモーメントもありつつも、うんうん、でもお互いに好きなものを共有し合って、うんうん、じゃあアリス・ペラルタっていうアーティストに落とし込んだ時にどういう楽曲をね作るのがいいんじゃないの、うん、っていうところもこう提案させてもらって、英語の発音の仕方とかもね、うん、そうそう、とか全部こうどういう言い回しにしたらアリスっぽいかなとか、うんうんうん、そういうのをやって楽しく楽しく制作してます。うん、本当にもう先生ですよ先生さあ、うん、ということで、ええ、こんな風にもうめちゃくちゃ普段からも仲いいし音楽も一緒に作ってるカイト、うん、にちょっとねいろいろ話聞こうかなと思ってるんで、ちょっとここからはウッディさんから、はい、質問を、はい、ウッディ、はい、はい、ウッディです。ウッディよ、ね、まずはアリスとカイトの出会いみたいなのを少し聞かせてもらえたらなと思います。一番最初はね、渋谷のブエノスっていう箱があって、今はもうないくなってしまったんですけど、そこでイベントが同じイベントになって、うん、でそのイベントもね、R&B が好きなアーティストが結構多く集まってたイベントで、うん、僕もソロ でアリスもソロで、僕ももちろんただのインディーズのアーティストだったんで、まあでもそこまで交流がなかったね、なかった、うん、あとね、まあもう一つ言ったらやっぱメジャーのアーティストと普通のインディーのアーティストだとほらマネージャーさんとかもいたりするし、うんうん、そうだね、次の現場がとかあったりとかして、あんまりそこまでこう交流するタイミングがねライブ以外だとないんですよね。お互いのライブを見たりとかもちろんするんですけど、うんうん、でもなんかあのそれ以外の時間は別にそこまでプライベートな時間は特に全然共有することなく、うん、まあなんかある程度時間が経って、それこそ同じブエノスの系列のグラッドってところでね、イベントやった時も何回か遊びに行かせてもらったことはあるんだけど、でも、まあ、それこそその、スーパー仲いいわけじゃなかったから、
全然なんか遊び行きたいよとかそういうのじゃなくて、うん、あ飲みに行きたいから遊び行こうって言ったぐらいな感じの、うん、フランクだな、まあまあ、うん、うん、そうだね。だからまあ出会ってからめちゃくちゃ10年以上経ってるけど、うん、うん、そうそうそう、だけど一緒にアリスのプロジェクトをこうがっつりやってもらい始め、関わってくれ始めてからは4年目か、2020年からだから、そうだね、今年で4年目、イエスっていう感じかな。じゃあ次に、まあ、2人で楽曲を作ってると思うんだけど、なんかこう曲を作る上でのこうお互いに こだわっているポイントとか、なんかそういうのあったら。こだわっているポイントはやっぱアリスがいかにのびのびと自分が10年後も歌いたい曲を作ってるかどうかかな。お、うん、俺がこのこういう感じの曲良くないと押し付けても全然あんまり良くなくて、結局バイブスが乗っていかないとレコーディングとかした時にも全然いいパフォーマンスにならないから、最初の作っていく段階で結構時間をかけて、でこれどう10年後歌いたい歌いたいって言えるようなものをやっぱちゃんと作れるように意識してます。じゃあアリスは、アリスはやっぱりその、まあ、メジャーもインディーも経験して、やっぱり歌手としてアーティストとして自分の夢を叶えるために自分の本当に好きなことを本気でやる、形にしていく、だって作品って一生残るものだし、絶対もう本当に顔も声もわからない世界中の人たちに届くものを私たちは作ってるわけだから、やっぱりアリスが本当にやりたいこと、発信したいあの内容とかサウンドを本気で作りに行くっていうところをやりたいっていうのをこだわってる。なるほど。じゃあ2人で一緒に曲を作っていて、こう作っている中で一番楽しかった瞬間とかテンションが上がる瞬間とかってアリスからちょっと聞かせてもらっていい？テンションが上がる瞬間？わかんない、もうなんかいろいろずっと話してるしずっといろんなものを2人で見ながらやってて、そこでお互いにこうポン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 アイディアを出してあってて、でそこがお互いの意見がそれわかる、それだよね、イエーイってハイファイブした時とかがやっぱり来たっていう瞬間だから、やっぱそこの共通点でこれを表現したいっていう答え合わせを一個一個していく作業がアリスはすごい好きかも。そうだよね、うん、やっぱ曲っていろんな角度から違うバリエーションのものを作れちゃうもんなんだけど、うん、でもどういう方向性に持っていくかっていうのをやっぱお互いに話し合ってて、で納得したものを答えが出てきた時に来たって、でそれがやっぱり多ければ多いほどその曲もすごい楽しいし、うん、1回だけあるわけじゃなくて、なんかここのフレーズもうちょっと美味しいの欲しいよねとか、なんかこうここの歌い回しもうちょっと美味しいの欲しいよねとか、やっぱアリスのキャラがより出るためにはこうどういう、ね、あのバージョンやっていくかみたいな、すぐ難しいの出してくるから。なんかアリスが、なんかもうちょっとこのフレーズなんかとかって、やっぱ違和感が出てくるものとかもあるじゃん。うん、だけど、そうすると、ん？じゃあもうちょっとドヤるとか言って。ドヤるとは。そしたらやっぱり歌えるから、もっとすごいの出してくれて、やっぱそうなるとこう、どんどんこうクオリティも上がっていくし、その、制作とかレコーディングのその時間だけでめちゃくちゃ成長できるっていうのがすごく楽しい。まあ俺は普段からね2人をよく見てるから、まあ、2人の相性がいいのは、まあ、もちろん知ってはいるんだけど、逆に2人で作ることの難しさとか議論があったら、なんとか別に難しいことも何もない、ない、マジでないよね、うん、それでも嬉しい。アリスは自分のほらプロジェクトなわけじゃん、だからカイちゃんがえないって言ってくれてるのすごい嬉しい、俺は常に聞くもん、アリス的にこっちどう、アリス的にこっちどう、アリス的にこっちやりたい、こっちやりたい、アリスがやりたいっていう方向のアリスのイエスに沿って俺もこう寄り添う形を心がけてるから、だからこんなのどうってもちろん提案するけど、それこそあのね、バルチャッキョサー、バルチャッキョサー
ところとかも、あれやった時に、あれやった時にもう、キャーッとやったよね。ほんとに。これだーっつって。うん。楽しいよね、やっぱね。楽しい。いいね。うん。なんかいい話してるじゃん。やかましい。OK、じゃあ、今のところ2人で取り組んだ曲って、フルーツサンデー。はいはい。まあ、フルーツサンデーは多分歌詞。そう、歌詞を。うん、歌詞だけ、あの時。そうだね。と、オープンとプライオリティ。はい。うん、2人それぞれの特別な、この曲は本当にいいよね、みたいな。特にファンにもおすすめしたい曲、この3つの中から選ぶとしたら、何言ってんの、全部でしょ。まあでも特に、まあ、僕からすると、僕はあの英語がちっちゃい時に海外住んでたんで英語はネイティブなんですけど、フルーツサンデーの時のアリスの英語の発音の能力と、今のプライオリティとオープンやってる時のアリスの発音の能力も全然天と地ぐらい違ってて、でやっぱネイティブの耳で聞くと、やっぱり今のプライオリティとオープンは歌詞のテロップとかを見てなくても本当に何て言ってるか分かるんで、やっぱそこら辺はすごい、なんて言うんだろうね、一緒に妥協なく、あ、今のここの R の発音とか L の発音とか THETH の発音とか、こうそこら辺をちゃんと妥協なく一個ずつ丁寧に、あの作品に落とし込んだ、あの集大成な感じがするから、この2曲と、あともちろん今後出てくるものは、あのすごく期待してもらいたいなって思います。いいね。うん、もう一個は、でも、これはね、ちょっと、ピー入るかもしれないけど、うん、カットされちゃうかもしれないけど、うん、日本の音楽シーンで言われる歌がうまいと、俺らが思ってる歌がうまいは全然ベクトルが違うんですね。うん、だから僕たちが思う歌がうまいを、こう、楽曲に全部落とし込んでって、一、うん、個ずつ、その、丁寧に吟味して、テイクを吟味してってやっていったのは、すごくこう多分今まで日本でこんなにキャッチーなんだけど、うん、ちゃんとボーカルでも出会ってる瞬間があって、うん、みたいなところのバランスを取ってる人そこまでないと思うんで、それはすごい、あのやってて楽しい、もう、まあ、そう、やばい、嬉しい、うん、あれはね、楽しいよね、うん、楽しい、うーん、なんかアリスもやっぱりこう、今まで、基本的には今までの作品は自分でメロ、歌詞、コーラスとかアドリブも含めて全部一人でデスクに向かって作って、で、レコーディングもセルフプロデュースじゃないけど、もう本当にセルフディレクションでやってて、だから本当はもっとできるのにっていう、そのジレンマがすごいあった自分の中で、うん、なんか本当はもっとやりたいし、できるって分かってるので、自分を成長させたいって分かってるから、そこにすごいストラッグをしてたんだけど、うん、なんかそこをもう簡単にクリアしてくれる、だから本当にかえちゃんが言ってくれたアリスはもう日々成長できて、本当にありがたいです。なんかいいね、本当いいコンビだね。うん、楽しいよ、うん、楽しい。だってこれ歌ってみてっつったら歌えるんだもん。ああ、俺がイエーってやった時に、うん、歌えない人の方が 85% だから、この世の中で、うん、これができる人と一緒に、うん、プロダクション、うん、一緒にできるのに全然やってて気持ちよさが違う、うん、あ、じゃあ1段階レベル下げてやろうかじゃなくて、うん、もうちょっとどうやるやっちゃうクイックイみたいな感じでやってるから、もう全然楽しい。まあ、じゃあ今の話になんか通じるかもしれないけど、じゃあカイトがアリスのプロデューサーをやって、うん、なぜやってくれてるのか、やりたいと思ってくれたとか、うん、っていうのはやっぱ今みたいなところにつながってくるのか。そうだね。あとはまあもちろん僕自体が持ってるその引き出しが、まあ、英語ができるし、同じ音楽が好きだし、同じタイプの音楽とかボーカリストとかアーティストが今まで好きだし、今まで僕も一番最初に会ったインディーズの頃からここまで自分で培ってきた技術とか、ちょっとこう、まあオタクな部分が、こうやって落とし込めるから、すごいこう、応援したいし、あと、いいフュージョン、こう、ケミストリーを埋めたらいいよなっていうセネジーを埋めたらいいなって思う感じなんで、ちゃんとポップスにはしたいんだけど、やっぱ R&B の人がちゃんとあって、踊れる曲作りたいよねっていうので、両方とも、うんうんって言ったから、それが楽しい。What's my name? Alice. で、今日は少し音楽制作のマニアックな話も聞きたいと思っていて、はい、こうなんか使っている機材の
まあ、そんな話も聞かせてほしいんだけど、うん、まあでも自宅でレコーディングしてるんでそんなめちゃめちゃいっぱいあるわけじゃないかな。でもまあマイクとスピーカーとちょっとね、あの自分の写真を今差し入れで出してもらうんですけど、スピーカーはフォーカルっていうところのソロ 6B っていう、スピーカーと、パソコンは iMac Pro 2017年のやつですね。で使ってるソフトはスタジオワンといって、スタジオワンといって、ボーカルの編集がすぐにあのピッチとかタイミングをしっかり直したりとかするのがすごくあの優秀な、あとサウンドエンジンがすごくいい。もうちょっとオタクの話になっちゃうんですけど、でインターフェースとマイクプリアンプはアンテロープっていうところのを使ってて、でマイクもアンテロープ社のモデリングマイクっていうのを使っているので、音質は普通のそこら辺のスタジオよりもあのいいものをちゃんと撮れるように準備をしてるって感じかな。まあ俺はその音楽に対して全然素人だから、うん、カイトの、あの自宅のスタジオにも行ったことあるけど、うん、こうなんかいっぱい機材とか置いてあるじゃん。で、あの辺でこう完結するって感じ。そう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 。だから本当の、まあ、レコーディングスタジオとかはもう、ま、もう壁一面にあのハードウェアが並んでたりとかする。うん、確かに。EQ とかね、コンプレッサーとかね。でも僕はもうパソコンの中で、これをね、in the box って言ってます。海外のエンジニア周りでも in the box って言ったりするんで、パソコンのこの箱の中で全部処理していくと。取る信号だけ綺麗にちゃんとしておけば、あとは全部処理パソコン。へえ。うん。っていう感じだよね。俺は映像をやってるから映像のプラグインとかもまあいっぱいあるんだけど。あるよね。ある。でも音楽にもまあプラグインってあると思うんだけど、どういうのがあったりするの？やっぱね、EQ、コンプレッサー、リバーブとか。うんね、普通の人がカラオケに行くとエコーっていうつまみがあったりするけど、うんうん、それがリバーブとディレイっていうのが合体してるやつなんで、そうで、もちろんそのボリュームをねちゃんと調整したりとかするのにもいいし、あとはここ最近は自宅でレコーディングできるクオリティのものがすごく高くなってて、でそれこそ俺もブラックフライデーとかで、映像もそうじゃん、ブラックフライデーでセールになるじゃん、セールだーつって、75% つってやって、うん、で徐々に揃えてって、もう下手したら定価で買ったプラグインないんじゃないかなレベル、そういう時にはもうね常にインターネットサーフィンして、うん、あの狙ってるプラグイン、あ 25% 来年だな全部買ってたらキリないですよ。まあそうだよね、うん、そうだよね、はい、機材はね、うん、2人がやった最新作としてはプラグインだけど、それでなんかよく使ったプラグインとかなんかそういうのがあった？ね、ちょっとね今パソコンの前じゃないからあれだけど、でもそれこそちょっとボーカルのねエディットとかはね、メロダインっていうやつで、うんうん、ちょっとね差し入れ出してもらうけど、このプラグインブティックってところで買ってますね。このサイトがあの日本語対応してないんだけど、僕みたいに英語ができるやつは、うんうん、もうスーパー安い瞬間をチャッつって買えるあのやつで、ここだけのやつ、あのプラグインだけじゃなくていろんなサードパーティーのものもセールしてくれるんで、常にチェック、多分11月頭ぐらいからもう毎日もうブラウザーが常にあって、うん、毎日チェックして安っ25日までかとか言いながらあの買ってますよ。マニアックな話してますよ今。そうそう、マニアックな話だって俺今これ見たら4ページ分あるんだもん、プラグインが。なんかじゃあ今こう気になってるプラグインの製品とかそういうのあったりする？次これが安くなったら買うんだって。あー、でもそれこそユニバーサルオーディオっていう会社のプラグインが、もともとは外付けの箱みたいなのをあの接続しないと今まで使えなかったのが、ネイティブって言ってあの CPU だけで駆動できるようになったんで、そこら辺を去年のこのエッセンシャルエディションとか LH2A とかこれを買ってるんですけど、そこら辺からまあちょっともう 2,3 個狙っているものがあるんで、でももう本当それこそここ 4,5 年で欲しいものは結構手に入ったかな。うん、うん、
もうめちゃくちゃオタクな話で。そうもうアリスさん、本当に今 何語を喋っているのかわかんないぐらい、すごいおまじないかけられてる私みたいな。俺とアリスがちょっと置き去りになって。いや、ほら、あの、オタク自分の好きなことになると早くしないあれと一緒だから。そうだね。そう、もうオタクだから。だからそれこそ俺らは R&B とかのボーカルの話してると、うん、すげえ早口だ。だから、いろんなね、うん、あの、オタクなノウハウを、うん、落とし込んで、いい楽曲作ろう。でもやっぱ制作 してる人とかは、こういう話めちゃくちゃ気になると思う。うん、そうだよね。そうだよね、うんそれで。なかなか話さないじゃん。なんかこう、隠したいじゃん、うん、何使ってるかとかってさ、あんまりね、そんなの喋ることでもないし。わかる、うん、映像がでもそういうのある。やっぱそうだよね。聞きたくないもん、あんまり。うん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 。こう、ネタバラシになっちゃうからね。まあね、うん。ネタバラシしても、あの、優勝できるぐらいのもの作ってますからね。ああ、作ってます、作ってます、はい。だってここはプラグインにならないから。そうよ、そう。でも我々のレベルの、あの、ボーカルは、まだボカロは生まれてないんで。全然全然あとやっぱこのオリジナルの声をいろんな声の質感とか、うんうん、僕が一番最初にちょっと提案させてもらったのがこうちょっと低めのトーンの音程の感じとかも出していかない、はいはい、ってちょっと一番最初に言ったりとかして、うんうん、でなんかこう日本の音楽シーンだとどんどん高い方向に音程がいっちゃってるんだけど、そうね、でもやっぱ低いところのこう自分の声、やっぱ喋ってる声に近いような音程をやっぱちゃんと出した方がすごいアリス感がちゃんとあるような気がしてて、そういうのとかもやっぱいい処理の仕方で、いい処理の仕方でそこのとかいいマイクとかもで撮ってあげることですごいクオリティがね多分ちょっとグッと上がったような印象が過去の作品と比べると、いいね、なんかアリスファンも音楽制作のオタクも楽しめる動画になってていいでもだからこそアリスは自分のシングルの作品でアカペラバージョンっていうのを出してるんですよ。うんうん、確かにそうか、うん、だからそこそういう細かいところとか、うん、あのビートと一緒に聞くとあのまあいろんな音にかぶって聞こえてなかったブレスとか、うんうん、ねそういうちょっとしたガヤのっていうところとかも、そうそうそうブレスちょっと長くしようこことか、そうそうやってるから、ここちょっと短いブレスにしようとか、うん、ここノンブレスでいこうとか、うんうん、もうめちゃめちゃ計算してやってるもんね。そう、うん、それはあのぜひねアカペラバージョン聞いてほしいな。ね、ね、うん、あれいいよな。うん、マニアックな話もあの聞かせてもらって、うん、めちゃくちゃ良かったので、楽しい？楽しいよ、楽しいよ、楽しい、楽しい、楽しいよ、いいね。じゃあちょっと最後はちょっとまたアリスのね話に。これはカイトに聞きたいことなんだけど、まあ、普段アリスの楽曲を2人で一緒に作るっていうことをやっていて、で先日 B リーグでアリスがパフォーマンスをしたのを、うんまあ、カイトにもちょっと作るみたいな形で手伝いに来てもらったんだけど、多分アリスのパフォーマンスをちゃんと見るのって初めてかもしれないよね。でそれをそうだね、そうだね、あのパフォーマンスを見た感想とか、うん、その辺をちょっと聞かせてもらいたいな。ドキドキ。いやなんかやっぱりなんて言うんだろうね、もちろんいついつまでこの曲作りたいよねっていうゴールはあるんだけど、でも納得いくまで何日かかけたりとかするんだよ、この2人の作り方は、うん、だからやっぱそうやって大切に作ってったものが生のこうパフォーマンスで出てくるとすげえやっぱ単純にめちゃめちゃテンションが上がるのと、レコーディングの時にちょっとカイちゃん私これできるかどうかわかんないわって 2,3 回やって、で 2,3 回目でやっぱできて、でやっぱできたじゃん天才じゃんとか言いながら言うシーンがやっぱあるんですね。でそれをレコーディング終わって作品がこの世の中に出てライブの時にちゃんと音源のようにかませるっていうのはもうめちゃめちゃ珍しいアーティストだと思う。で、あともう一個すごく感謝だったのは、うん、あのアルバルク東京さんのチアリーダー部、うんうん、チアリーディングの人たちのすごいこうバキバキの踊ってくれて、うん、全然なんかお客様じゃない感じで迎え入れてくれたのがすごく良かったよね、うん、そう、うん、一緒に作り上げていくっていう、そうそうそう、うん、だからそのこう全体の雰囲気も含めて、うん、すげえめちゃめちゃ楽しかったのと、うん、もう本当年末だったんでその後はもう飲み散らかして
ちゃんと打ち上がったよねっていう、はい、打ち上がりに来ました、はい、うんうん、めちゃめちゃ良かった、うん、それこそさっき言ったブロチェックスマッシュオフとか、うん、あとはオープンのホイッスルボイスとか、あもうどうやらうざわみたいな、うん、ありがたいですよかった、ね、バスケットボールのお客さん多かったと思うけど、ああやって見てくれて反応、お客さんが反応してくれたの見れて、うん、やっぱこの曲こうやって作ってよかったって思えたね。そうだよね、うちらはこう2人でこう自分のこうギャラリストのやりたいことを突き詰めて、お互いが納得してこれだよ 大優勝だって言いながら作ってるけど、結局それをお客さんが聞いた時のリアクションが、まあ言ったらポカーンみたいな感じになるのか、うん、なっちゃいけないし、そう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 、やっぱそのもっと上を目指すには、うん、ってなった時になんかアリスもやっぱああやってもう1万人のお客さんの前で、うん、プライオリティも見せ場があって、オープンも見せ場があってっていうところをちゃんとバチッてやった時にうわーって、うん、うちらがやりたいことって間違ってないんだねっていう、うん、そういう気持ちになれて、うん、本当に嬉しくて、うん、そうだからもう本当にカイトがコーラスで入ってくれたりとかっていう楽曲とかもあって、うん、なんかそのカイちゃんの声がこうイヤモニから聞こえるとアリスはよしってなれるんだよそれぐらいやっぱりここのなんか絆というか、うん、そういうのをちゃんとうちらが作り出してるもの、それをしっかりキャッチしてほしいから全力でやるっていう、うん、あそこのお客さんの反応もすごい最高だったのが良かったなってアリスも思う。まあ今日いっぱい話聞かせてもらって、お二人の相性がの良さが、まあ、よく伝わったので、今後の楽曲にも期待してますんでよろしくお願いします。イエーイ。じゃあ僕からの質問は終わり。イエーイ。イエーイ。今後ともよろしくです。よろしくお願いします。世界に向けてね、ね、頑張りますんで、うん、皆さんも日本語の、ね、歌詞が1割ぐらいしか入ってないと思いますけど、かわいいとかしか入ってないからサウンド的にやっぱ楽しんでもらって、それこそね、洋楽のアーティストと比べてアリスがいかにちゃんと歌える、表現ができるアーティストなのかっていうのを感じてもらえたらすごく嬉しいです。嬉しい、ありがとうございます。これからね、カイトと一緒にもっともっと素晴らしい楽曲、作品を世の中に出していこうと思いますので、うん、10年後も歌いたくなるやつ。そう、本当に、うん、みんなもですよ、10年後も20年後もアリスの曲いつ聴いてもいいなって思ってもらえるよね。そう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 、あそこの作品をうちらで作ってるんで、皆さんね、今後も楽しみにしててください。お願いします。はい、ということでチャンネル登録、高評価忘れずにお願いします。お願いします。はい、ゲストカイトでした。コメントもお待ちしてます。ありがとう、バイン。Oh, hello, I'm Alice Peralta, and if you like this video, smash the subscribe button, and please thumbs up, and my new single, Priority, is now available to download and stream. Okay, see you next time. Bye!